ちは、春風ツアーです。今回はクラクフ近郊にありますザリピエをご紹介いたします。ポーランドはヨーロッパの中央やや東側に位置しているこの赤い六角形の場所です。そしてザリピエというのはクラクフから北東に少し行ったところですね。この近くにはタルヌフという観光ルネサンスの町観光の名称もあります。今回ご紹介するのはザリピエにありますザリピエ模様です。ザリピエというのは非常に小さな村です。特に特筆した見るべきものは、はっきり言ってございません。ございませんが、この村には代々伝わるそのザリピエ模様という花柄の模様があります。これを家の中や外、それから家具、こちらはザリピエ博物館という建物の中なのですが、そういったところにデザインされます。それは一般家庭の中外だけでなく、例えばこちらは公園であったり、もしくは消防署であったり、こちらは教会の内部です。教会の中にまでこのような模様が施されています。この模様は家によってそれぞれ特徴があり、そして母から娘へと代々伝えられている模様です。クラクフからの日帰り観光も可能です。もちろんタルヌフからはもっと近く行くことができます。今回はクラクフ近郊にありますザリピエ村のザリピエ模様をご紹介いたしました。